それで、アドバンススケルトンのこのフィットスケルトンズっていうところに、はい、このバイペット MA っていうのがあるんですけど、これがあのその骨格のプリセットになるものがいくつか保存されているんですけど、うん、例えばバイペットだったら二足歩行の、テンプレート、うん、でバードだったら鳥型の、なんであの腕が翼になっているとか、うんうん、でゴリラだとこれがあのちょっと難しいんですけど、あの、まあ、手がこう手をついて4足にもなるし2足にもなれるっていうようなリグなんですけど、でこのクワドロペットでしたっけ、クワドロペットが、4足のテンプレートです。なるほど。もうプリセットがいくつか用意されてて、それを元に、モデルに合わせて作っていくってことですかね。で今回は2足なんでこのバイペットを使っていきます、はいはい、インポートってやるとこのシーン内にもうなんかこの人型のなるほど筒みたいなのができるんですけど、これが、この筒の位置を調整することでそのリグの骨の位置を決めていきます。モデルに今から合わせていくことですね、はいはい、このカドデちゃんのモデルの大きさに。なるほど、はい、でカドデのモデルがアドバンスドスケルトンに比べると、まあ、ちょっと大きく作ってたってことなんですけど、うん、それはサイズワードでこういうふうに調整が可能ってことですかね。で、例えばあの今この背骨の骨なんですけど、ここがこの大きい筒が3つあると思うんですけど、うん、これが背骨の骨が、3本ありますよという状態なんですね、うん、で、例えばこれ好みが分かれるんですけど、3本でいいよっていう人もいれば4本欲しいっていう人もいて、うちはよく4本でやっているので、うん、これを変えたい時っていうのはこのセグメンツっていうのがあるんですけど、すみません、このルートのロケーターを選んでいただくんですけど、この青いルートっていうロケーターです、はい、これのセグメンツっていうのを今3なんですけど、これを4にすると背骨が4本に、うん、変わってくる。そうね、これそのどういうところで3個にするか4個にするかって判断されてるんですか。細かく動かしたいっていうこと。これはですね、アニメーターの思考なんですけど、うん、思考というのはあの好みなんですけど、はい、3個だと支点と終点があって間に1個しか入らないんですよね。なので曲がり方がちょっとこう極端になるというか、なるほど、はい、くの字になる、くの字にちょっとこうなってしまうんですけど、うん、それをもう少しこう緩やかに曲げたいなということで、なるほど、まあ、5個あってもいいんですけど、うん、まあ、5個も使わないので4個ぐらいあるとあの後々制御がしやすい。リグはその1回作ってしまうと後で変更というのが非常に難しいんですよね。なのであの最初にある程度どういう仕様で作るかっていうのは、はい、アニメーターとこう協議する必要があって、まあ、うちは結構そこの距離が密接というか、アニメーターが多い会社なので、はい、アニメーターの意見とか好みを聞いてそれを反映させていってっていうやり取りをずっとやってきて、はい、まあ、今のところこの4つっていうのが主流になりつつあります。なるほど、はい、まあ、一番大きいのはその胸のこの胴体の曲がり方っていうのがあの制御しやすいっていうのが主な理由ですかね。なるほど、はい、でそうですね、あとあのこの各関節に筒があるんですけど、はい、例えばこの上腕と前腕はここ関節が1つなんですけど筒が3つある状態、うん、でここもそうなんですけどこの膝下だけあの筒が1個の状態です、はい、でこれは何かっていうとあのここにツイストジョイントって呼ばれるあのその関節をひねった時のジョイントをいくつ入れますかっていう設定なんですね。でこれは2つ今、間に2つ隙間が空いてるんですけどこの隙間に基本的にジョイントが入るように設定されていて、うん、アドバンススケルトンではなのでツイスト、うん、ジョイントがこの2つ入る。これはねちょっと難しいんですよあの説明が、うん、例えばこの手をこういう回転するじゃないですか、はい、肘から先の回転、うん、でこの腕っていうのはこの2本の骨がこういう曲がり方をしてるんですよね。こういう、うん、わかります、はいはい、意味2本の骨があってこうあったのがこういうふうになって、うん、はい、ひねりっていうのが発生する、はい、かここに2本通っててそれがこういう感じになるから、うん、この手首っていうのが、まあ、はい、ね、うん、なんですけど CG でその2本の骨を入れて制御するっていうのはやっぱりすごく難しくて、うん、あのリアルにやろうとするとそういうことなんですけど、まあ、それは1本の骨でこう擬似的にやろうとするんですね。そうすると例えば肘の骨の次が手首だとしたら手首の骨を曲げた時には手首がぐにゃって曲がるわけにはいかないので
手首から肘にかけて、また肘から手首にかけて、こうグラデーションに曲がっていくっていうか、ね、必要があるんですけど、それをこの間に骨がない状態で2本の骨で制御しようとすると、例えば真ん中のここが細くなっちゃったりとか、あのそれは ここの上腕とかももとかでも同じことが発生するんですけど、特にこういうひねりの動きを入れるときに、間にそのツイストジョイント入れておくことで、その変な曲がり方を回避できるというのが、まあ大きな理由ですかね。なるほど。まあでもその辺もデフォルトできっちりこうなってるんですよね。ツイストの数も、まあ今から多分説明しますけど、変えれるんですよね。そうですね。この膝下、今ツイストがゼロなんで、あの筒が1個しかない状態なんですけど、例えばこの太ももとか肘とかに合わせてツイストを2にしてあげると、こういう風になったり、例えばもう本当に8とかにしても全然できる。ただこうなると、あのジョイントがものすごい数になって、この後スキンワインドっていうものをして、スキンウェイトっていうものを調整していくんですけど、その時にすごく手間になるので、だいたい2か3ぐらいが望ましいかなと思います。すっごいこのぐにゃーって曲げるようなあのキャラクターが必要だったとしたら、これを必要だってことですね。ものをすごく増やしておくと、あとあと制御ができるっていう、あのこのアドバンストスケルトンで最初に設定しておく場所としては、その今言った、ロールツイストジョイントと、あとベンドコントローラーっていうのをつけるかどうかっていうことなんですけど、これがまた説明が難しいんですけど、あの普通人間の骨って、あの回転運動だけをして、あのぐにゃっとなんていうんですかね、腕がこうぐにゃっと曲がったりっていうことはしないんですけど、そうですね、まあ、アニメーションのそのポーズ的にちょっと曲げた方が勢いが出たりとかすることがよくあるので、それを例えばここをこうぐにゃっと曲げたりとか、例えばもう足の付け根から足首にかけてこうぐにゃっと曲げたりっていうことをしたいっていうことが結構あるんですね。そういう場合にはこのベンドコントロールっていうのをオンにしておいてあげると、後々この骨格を元にリグが作られるんですが、このリグを作った時にここにベンドをぐにゃっと曲げるためのコントローラーが作られる。あ、作るってことですね。はい。そか、オンにしてあげると。ベンド、ま、曲げるですよね。ベンド用のコントローラーということで。なのでこれは、手足とあと首にもつけておくと。基本まで入れるっていうことですね。まあ、入れとけば後々制御が、まあ、そうですよね、はい。ないよりはあった方がいいっていう考え方ですね。はい、これはもうもし一から作られる方いたら、まあ、入れといて損はないですかね。はい、使わなければ使わないでいいので、はいはいはい、ただ使いたいけどないっていう状況が一番後々困る。まあ、だからとにかくセットアップってもう一度パコンと決めちゃうと、あと何もできないっていうのに近いんですか。はい、はい、まあ、ちょっと頑張って手術すれば、もう一回作り直してってことはできるんですけど、やっぱすごい手間もかかるので、最初に作った段階である程度のフォーマットは確定しておくべきですね。でさらにそれはそのリガーがどうこうというよりはやっぱアニメーターに依存するところが大きいので、アニメーターとのやり取りっていうのが、はいはい、まあ、これ結構いろんな会社さんとこういう話になるんですけど、アニメーターとリガーがこうなんていうんですか、意見交換密にしてどういうリグが一番動かしやすいのかということを、まあ、事前に決めておくのはすごく後々大事ですね。先ほど リグだけオーダーがあるみたいな話もあったけど、はいはい、その時は、まあ、外部の方がアニメーションつける。そうですね、はい、結構コミュニケーション大変なんですか。すっごい大変ですね。だから、まあ、こういうふうにセットアップしたからってんじゃなくて、やっぱりこうがいいとか、ね、そうですね、そういうのは、はい、だからやっぱりそのリグに関してはやっぱ社内でやるっていうのは、まあ、アニメーションする社内でやられるのは僕は一番いいとは思ってるんですけど、うんうん、まあ、どうしてもやっぱ現実的に難しい場合はお受けすることもあるんですが、うん、やっぱその時は事前にすごい密に打ち合わせをして、はい、本当フォーマットをガチッと決めてから実際に入るということが多いですね。うんうん、アニメーターの方ももう最初からちょっと結構イメージ持ってないと、そうです ね、はい、当然喋れないですもんね、はい、どこが欲しいとかなとかっていうのは、はい、と最後に、この頭と首のロケーターですね、はい、ここに、グローバルっていうアトリビュートがあるんですけど、これを今オフになってるんですけど、これをオンにしておくと、後々なんていうんですかね、こう顔の位置を残したまま体を動かすみたいな、何かを注視しながら動きをつけるみたいなことができるようになるんです。うん、これね、後で作って見てもらった方がもしかしたら早いかもしれないですね。うん、まあ、とりあえずオンにしておきましょう。はい、はい、グローバルはその方がいいと思います。このリグ使って作られる方は。うん、
で、とりあえずこれでアドバンスドスケルトンの、各関節の設定が今終わったので、なるほど、ここから、門出のモデルに対して関節を合わせていく作業になります。はい、はい。